はい、一般的な、じゃあ簡単に、まあ、じゃあ体の使い方後にして、まあ、これで中にと入っていくと、もうくっついた状態でもいいですね。これも寸拳なんですか？ゼロでも。おお。じゃあこれでもこの練り、あるいはこれでも、これでも。うって。じゃあ説明というか、まず、まあ、立ち方はですね、まあ中国時代三線総称でしたっけ？まあ一直線。まあ敵、僕はもうみんな敵から来てるんですけども、まあ敵からこれからスッとこういい、大丈夫だよ。うん。それでさっき言った重力落下。呼吸によって抜く、その時に少し前に出ます。で、体を回しちゃうと力分散しますので、僕体回すんじゃなくて体をこう開く感じですね。この正中線から右端と左足がふっとこう開く。それとこの縦のうねり、このうねりを利用して、それが全てここに来ると。で、見て、普通はこれ僕のあれなんですけども、こう握っちゃうと思うんですよ。こういうふうに簡単に言うと、はい、これから指先を自分の方にこう持ってくると思います。私は反対に、まあ、これでやると手のひらをこっち持ってきます。そうそう、ちょっとやってみますね。まずこの指先を一般的な握り方でやると、これは、まあ、行くのは行きますけど、ね、中には入らないと思います。じゃなくて、これから手のひらを向こうへ持っていく感じでやると、これは中に入ってくると思うんですよ。だから突くのもこの感覚だと効かないんですけど、この感覚だと、感覚だと中に浸透するとあとですね、やっぱりこう腕と肩甲骨全部こう一体化するんですね。ちょっといいかな。で、これを普通に握ります。戻します。そう、そう、これはやっぱり弱いんですね、非常に。でもこの時に手のひらを指先の方に持つ、そうそうそう、そこで肩甲骨剥がれてきます。これは一瞬で強くなりますので、はい、強く、もう全身がつながった状態ですね、はい。それをだから本当は全身使いたくないんですけど、今は部分だけ使って本当はアロマ威力が出ればいいなと思ってるんですけど、ですから、まあ、これだと、これでもう落とせばまっすぐですよね、まっすぐ。でそれを今こういう形になってますので、少しピッと切った感じで前にフッと自然に抜けば前にフッと出る感じですね。同じ高さでやる方がレベルが高いみたいな。いやいやいや、そんなことはないと思う。見た目はそうかもしれませんが、中ではこう動いてるような、あるいはなんですかね、こうひねるのも重要なんです。それよりもこの動きで出してくると。手首の最初の部分で今のを意識したのと、あ、いいです、はい、よろしいですか、ゆっくり、はい。全身使わないで部分だけ使おうと思ってるのもやってるんですよ。でも どっちみち全身は繋がってますから、はい、必要最小限のことだけ動かそうかなって。はい、適所だ。こういうとこからの接近戦ですね。で、やめがありませんから、はい、まあ、蹴りですよね。蹴りも僕寸拳なのかなと思って、例えば掴まれた、バーン蹴って掴まれた、この時に危ないじゃないですか。だから早く、そう、これもできるんですよ。引くことによってバッと今みたいに突くこともできますよね。で、これがでも開いちゃうとこれ引けないんですよ、絶対。我々小道館空手協会はこれはまっすぐなんですね。でこれは重心入りますし、これ引くこともできます。でもう一つは今やった寸拳じゃないですけど、ここから入ることができます。捕まれたし、これはやっぱりここが閉まってるからできます。あと抜きですね。閉まっちゃダメです。抜いてもう一度
なんですかね、言葉難しいです。抜いてもう一度こう上がってきたものをこっちに持ってくるみたいな、一瞬で。もうこれも寸芸さ、寸芸なのかなって。もうこれも組手の中でだんだん覚えてきたんですよね。引く場合もありますしみたいな、反対に蹴る場合も。あとこれやることによって、まあ、僕の道場みんなやってるんですけど、これやることによってみんな蹴りの威力上がってくるんですよ。この最後のインパクトの瞬間があれなんで、最後の蹴りのすごくいいので。あとですね、やっぱりまあ、これも寸家って言えるのかどうか分かりませんけども、やはり受けられた、さ受けられた、ここからこう入ってくるような、これも一つの寸家なのかな。まあ、もうちょい近く来て、例えば裏剣でもいいですし、パーンでも、はい、廃止でもいいですから、受けられた、それからスッとこう、こう抜いて、入ってくるって。例えばだから、僕らの考えは、その寸家で、まあ、一撃倒さなくてもいいんですよ。例えば、ここで、1、2じゃないですか。で必ずこれは、2挙動じゃないですか。で、この間に相手入ってくるんですよ。だから 0.5 入れとけばいいんですね。だから例えばここで入って、でこっちで倒すみたいな。でこっちも効きますし、その後これも効きますし、やっぱそういうのは自然に首手の中で我々はやってきたわけですね、知らず知らずに。でこれがじゃあ威力あるのかっていうと、いいよ力入れちゃうとやっぱり、まあ、効くのは効きますけど表面だよね、はい。ですから先ってこの、まあ、肘の使い方、重みとこの抜きと、そうだ、これは非常に効いてきますので、そういうことですよね。だから鉄器なんかもやっぱそうですもんね。沖縄行って思ったんですけど、掛け合いの話もそうですけど、やっぱみんなやっぱ接近戦、あれば本土に入って競技化されてからやっぱなったと思うんですよね。